なるほどな。オリエンタルビルに行きたいわけか。ああ、とにかく早く助けに行かねえと手遅れになっちまう。まあ慌てるな。俺に任せておけ。え？まだ他にも抜け道はあるんだ。他にも？どこにあるんだ？中道通りだ。心配すんな。案内してやる。こっちだ、秋葉原。ここが抜け道？ああ、ここから入れば隣にあるオリエンタルビルまで行ける。よく知ってたな、こんなとこ。いざって時のためにな。こんな家業だ。実際何度か使ったこともある。便利なやつだね。じゃあな、秘書の子によろしく言っておいてくれ。ここまで来て付き合わないわけ？白状だね。悪いが、これでも忙しくてな。それより準備はいいのか？準備？例えば遺書とかよ。思い残したことがあるなら済ませといた方がいいぜ。
Thank you.
Thank you.
あんた。よかった。お前さん、やっぱり人間なんだな。ええ、まあ。って、あれ、もしかして江本先生じゃないですか。お、そっちは確か町金の秋山です。スカイファイナンスのね。先生のこと探してたんですよ。でも休館だとかで医院にいらっしゃらなかった。深夜に呼ばれてついさっき治療を終えたんだ。それはともかく、この町のありさまはどういうことなんだ。一体何があったんだ。驚きますよね、そりゃ。ゾンビがいきなり襲いかかってきたんだ。驚くに決まってる。いや、ご無事で何よりでした。先生、安全なところまで送りますよ。それはありがたいんだが。何です？さっき話した俺が見てた旧館も連中に襲われるかもしれん。俺は医者だ。患者を見捨てて自分だけ助かるわけには。確か。その患者ってのは自分で歩けるんですか？怪我をしてたのは小指だけだから。そいつはこの町の極道でね。極道が小指を怪我してると。やっぱあれですかね。さあな、何も聞かずにおいた。余計な詮索はしないに限る。ごもっとも。だがそれでも俺の患者だ。助けに行かなくてはならん。秋山、手を貸してくれないか。江本先生の頼みじゃ断れませんね。わかりました。いいですよ。助かる。お前、見かけよりいいやつなんだな。先生は思ってたより失礼ですね。お互い少し分かり合えたようだな。そのようで。で先生、その患者ってのはどこに？もちろん案内する。ついてきてくれ。この奥だ。そこに俺の患者がいる。ここもうゾンビが入り込んでますね。確かに手遅れかもしれん。しかしまだ無事でいるんなら助けられるはずだ。分かってます。先生は俺の後ろから離れないで。いいですね。分かった。よろしく頼む。
先生、確かにここなんですか？ああ、残念だが彼はもう手遅れだったんだな。そのようですね。そしたらこいつら片付けときましょうか。ま、待って。なんだ？撃たないでください。先生、俺っす。ほら、さっき見てもらった辻村っすよ。お前無事だったか。ほら、こいつだ。こいつが急患だったんだよ。そいつはよかった。まったく、よく生きてたもんだ。ええ、ゾンビが来た時、とっさに変装して仲間のふりをし続けてたんです。いやもう生きた心地がしなかったっすよ。仲間のふりって、お前よくそれで助かったな。あ、どういうことっすか？だってその変装じゃゾンビじゃなくてミイラだろ。え？やべえ。秋山。結局こうなるんだよな。お前のおかげだ、秋山。助かったよ。本当にありがとうございました。秋山さんは命の恩人です。これ、つまんねえもんすけど。先生はこれからどうするんです？医院に戻るさ。町がこの有様じゃ、医者の手が足りんだろう。こんな時にのんびりしてられん。これから忙しくなりそうだな。先生ならそう言うと思ってました。お前は死ぬなよ、秋山。無事この騒ぎが収まったら一杯おごってやる。医者に酒を勧められたのは初めてですよ。たまにはいいさ。いいな、必ずまた会おう。ええ、必ず。今度は秘書も一緒に伺いますよ。わかった、楽しみにしてるぞ。